アーノルド・ジャクソンアーノルド・ジャクソンはイギリスの陸上競技選手、軍人、法廷弁護士、1912年ストックホルムオリンピックの金メダリストである。ジャクソンは1910年にオックスフォード大学に進学。大学ではボーとサッカー、そしてホッケーに勤しみ、ホッケー部では首相を務めた。また、オックスフォード大学の陸上クラブの首相として、 ケンブリッジ大学との対抗戦のマイルレースでは3度勝利を飾っている。ジャクソンは1912年のストックホルムオリンピックの1500メートル走に個人参加選手として出場。当時の陸上の中距離界を牛耳っていたのはアメリカで1500メートルの決勝進出者14人のうち7人がアメリカ人で当然アメリカは金メダル獲得に自信を持っていた。 決勝レースは最初の一周が65秒という控えめなペースで入ったがアメリカのノーマンテーバーが先頭に立ちペースを上げ始めるラスト一周の鐘が鳴るとここで1500メートルの世界記録保持者のアメリカのアベル・キビアットが先頭に立ちテーバーと1マイルの世界記録保持者のアメリカのジョン・ジョーンズが続く形となった第4コーナーを回り最後の直線 戦闘の集団にアメリカのメルビン・シェパードとジャクソン、スウェーデンのエルンストビーデが加わるが、ここからジャクソンとキビアット・テイバーが抜け出し、最後はジャクソンが力を振り切って3分56秒8でキビアット・テイバーを抑え金メダルを獲得。その差は0.1秒であった。その後のジャクソンは第一次世界大戦に従軍。 陸軍の最年少の順将として活躍し後に、従軍勲位を授かる。しかし、戦場で3度にわたる、負傷の末、足が不自由となり、競技人生に幕を下ろした。後のジャクソンは、オリンピック委員会の職員、会社員を経て、アメリカで長きにわたり、治安判事に従事、イギリスに帰国したのは1960年代であった。ありがとうございます。